続きまして武野愛さん、よろしくお願いいたします。武野愛と申します。お隣の有機町で有機農業を営んでるんですけども、やっぱ草がすごくボウボウに生えてきてしまって、いわゆる雑草と言われるものは本当に雑草なのか、邪魔になっちゃってるのは本当に邪魔なんだろうかっていう話をちょっとしたいと思います。今出てきたのは杉菜なんですけど、杉菜は畑の厄介だ、邪魔者って言われてて、もう本当にみんなに嫌われてるんですが、もう実は杉菜自体にはすっごい栄養があって、杉菜が枯れて土に戻ることで土を肥やすっていう役割を果たしてるとも言われてて、もう本当にこんなに嫌われてるのですごいけなげな働きをしてるんですね。でこれは杉菜を乾燥させて粉にして、塩と混ぜて杉菜塩みたいな感じで、抹茶塩みたいな感じで使ったりとかして、食べてもいいし塗ってもいいし、でもすごいけなげなんです。もう頑張ってるねって言ってやりたい草なんですね。で杉菜で、これはここは田んぼなんですけど、この辺に入ってる、小谷っていうのがあって、これは田んぼの嫌われなので、本当に小谷専用の無惣菜があるぐらいなんですけど、これも実は水質改良とか土壌改良とかしてくれてる、すごい密かに働きをしてくれてるけなげのやつです。でこれは毒ダミなんですけど、毒ダミもよく毒ダミ茶とか最近あるのでご存知だと思うんですけど、この花とかを焼酎につけておくと、天然の向きみたいな感じになったりとかですね。あとはもう毒ダミは中国では重薬とか言われてるぐらい、いろんな薬があるって言われます。これは焼酎漬けです。こっち茶色ぐらいになったやつをこちらは無品みたいな感じで使ってます。で実はこの毒ダミをずっと使いすぎてたんですけど、最近これよりももっといい虫刺され薬があるってことで、これがヘビイチゴなんですけど、ヘビイチゴは毒があるから食べちゃダメとか言われてたんですけど、実は毒なくて、もうこれを焼酎につけてたら、もう虫刺されも痛くない、虫刺されも痛くないし、あとは感じるから、スズメバチはさすがにダメなんですけど、足長バチまで OK っていう。これはスズメバチの焼酎漬けなんですよ。この網の下に粉が出るんですけど、それとヨモギの粉としてこうやってヨモギ茶にしたりとか、パンで混ぜたりとかしてヨモギの粉として使えます。すごいお好みもあるんですけど、すごくいいですヨモギ。銀杏はよく体に良かったりしますけど、実は銀杏より胃腸の木から銀杏できるんですけど、胃腸の葉っぱの方が天然の防虫剤って言われてて、もし米に入れるんだったら唐辛子じゃなくて胃腸の葉っぱを入れると防虫剤になります。で昔は本とかに胃腸の葉っぱを挟んでたんですけど、そういうのをやることで防虫で、昔の古文書とかで胃腸を挟んでたやつはもう今でも残ってるってことで、草が大事って言ってもやっぱり草はちょっと邪魔な時もあるので、うちではヤギを飼って草を飼うんですけど
か取れないんですけど、それをまあ3日分ぐらい集めて、チーズを作ったりとかして、まあ、食べています。でも、まあ、ヤギのチーズ買ったら本当に一瞬ですぐゲットできるんですけど、まあ、自分で作ると、まあ、まずヤギは赤ちゃんから大人に育てて1年かけて育てて1時間絞ってやっと、まあ、できたヤギのチーズなんですけど、まあ、そうやってゲットしたものっていうのはただの、まあ、チーズじゃなくて、それプラスアルファの、まあ、いろいろ何かがあるなって自分では思ってます。で、自分自身も農産物とか加工品作ってるんですけど、まあ、作るときにはそういうものだけじゃなくて、そのプラスアルファの思いとかも乗せて、まあ、販売とかしたいなっていうのを思っています。で、まあ、最後に郵政庁の、まあ、観光名所、観光名所というか隠れた観光名所なんですけど、実はここは栗の岳というところで馬が放置されているところで、実はだから UFO が見られるところらしいです。で、まあ、だからその UFO 情報を教えてくれた人がですね、だから宇宙連合が霧島にあるらしくて、宇宙連合の霧島にあるので、まあ、要するにね、飛んでいくんだとか言って、飛んでるらしいです。私は見たことないんですけど、興味のある人は、まあ、見に行ってみてください。決して怪しいものではありません。ぜひ次回ね、その UFO のお名前をめちゃくちゃにちょっと読みたいので、ぜひ紹介していただきたい。はい、いや、まあ、いろいろね、脱走の話って言ったら失礼ですけどね、まあ、いろいろありましたけど、まあ、ちょっとこれちょっとした余談なんですけど、まあ、皆さん多分鹿児島市内に来たら宝山ホール前の西郷銅像があるところよく通られると思うんですけど、鹿児島市内に行くとき銅像、まあ、道路があって銅像の手前の宝山ホール側に花壇があるんですね。そこに今ちょっとした、まあ、なんだろう、草木みたいなのが、まあ、一応植えてあるんですけど、雑草すごいんですよ。でも僕はそこに実は3粒ほどひまわりの種植えちゃって、でちょっとここ何日間かずっとその村のところに行ってたら、今2つ芽が出て、品種改良で2メートルぐらいになるやつ、あんなに大きい2メートルの周りできたらみんなめっちゃ見るだろうなと、まあ、逆にちょっと撮影的にはちょっと邪魔になるなと思ってるんですけど、ぜひちょっとそこも見ていただきたい。頭と 2ヶ月ちょっとぐらいなのだいぶ大きくなってくると思う。いや、もう今日はありがとうございました。ね、またちょっといろんな、その、いや、薬草っていったらいろんな植物の話も聞けると思うので、ぜひ皆さん、はい、興味のある方は聞いてみてください。ありがとうございました。